クレヨンポップは韓国の女性5人組アイドルグループ。2012年7月18日にデビュー。クロームエンターテイメント所属。クレヨンポップというグループ名には音楽という画用紙にメンバーたちの持つ様々な色を塗るという意味が込められている。2012年1月にハリケーンポップというグループ名で中国で活動を開始。後に脱退したメンバーの代わりに 初話の双子の妹ウェーンが加入し、現在のクレヨンポップとなる。2012年7月18日に、韓国でミニアルバム、クレヨンポップザファーストミニアルバムを発売し、公式デビュー。タイトル曲、サタデーナイトビングビングで活動を行った。デビュー前から日本でのイベント活動に力を入れており、デビュー直後の8月には、東京でファンミーティングを開催した。 10月にはミニアルバムダンシングクイーンをリリース。ダンシングクイーンは衣装としてジャージを取り入れ、プロモーションのためソウルの繁華街で路上パフォーマンスを行った。後続曲ビングビングの舞台では不良学生に奮して新しいダンスを披露した。2013年6月20日シングルを発売。発売当初の反応は良くなかったもののヘルメット姿に 直列後気筒ダンスと呼ばれるユニークな振り付けで徐々に人気が高まり、発売から1ヶ月以上経ってから各種音楽配信チャートで1位を獲得、音楽番組でも1位候補になるなど、かつて内向反応を得た。この人気を受けて、世界的レコード会社、ソニーミュージックとアルバムのライセンス及び戦略的、提携契約を締結した。2013年8月頃、 グループの派手な衣装や振り付けが日本のガールズユニット、桃色クローバー Z の模倣ではないかとの指摘が韓国のネットユーザーを中心に発生し論争が巻き起こる事態となった。なお、所属事務所は模倣疑惑について一貫して否定している。しかし、その2ヶ月後、今度は当時の新曲、ロンリー・クリスマスの前奏とアニメ主題歌、 ルパン三世のテーマの前奏との類似性がネットで指摘され、再び炎上する事態となった。この騒動を受け、作曲を担当したキム・ユミンは、盗作疑惑を否定するコメントを発表した。フルアルバムミニアルバムシングルデジタルシングル、OST 日本シングル日本ミニアルバム日本、アルバムミュージックビデオクレヨンポップイン、オーストラリアポップインブック。ありがとうございます。